会までどういうこと。まあいっか。再建。あ、行ってますかね。上り速度が300、400。うん、大丈夫。こんにちは、おはようございます。早くもないか、やっぱ偉いぞ。1日目かな、あれは。 OK ですね。今まだ八王子駅から出たとこです。そう、今日選挙だったんですよね。なぜかこれ枠の、配信ツールだと開演まであと3分って出てるんですけど、予約枠でもないし、あ、通常枠です。タイミング悪かったんで、もうあと途中から今日も電波ないので、うん、いつまで投票やっときゃよかったな。何配信って今貴族なんとか配信って投票してなかったです。そういえば昨日言ってきゃよかったな。うん、忘年会、あそこまで人が増えるとですね、私は自分の声も聞こえなくなるんですよ。人の声が充満した空間になると頭がぼーっとしてくるんですよ。素晴らしい。今日暖かいです。今日すごく暖かいです。こんなに暖かいと思わなかった。うん、人少ない。うん、本当に投票の話は今日一日中言われそうだな。昨日言ってきゃよかったよ、本当に。こんにちは。おはようございます。匂い、あとそうそう、もう一つ理由があって、酔っ払って暴れること前提の人がいるから。気持ちいいな、自転車乗っててかな。峠で高いとこ行った時かな。周りがものすごく静かで、景色がいい状態。選挙、それ一日言われますね。 FAQ ん？スルー？ヒーロースリー配信は周り聞こえてるな、これ。うん、アキルノシーかな。選挙、なんだっけ、あれ今なんか言おうとしたの今忘れたな。まあいいや。失踪。確かに八王子市は人が少ない感じがするな。あ、そうとか、ブロ配信自転車できます。できますが、いつマウント買わなきゃダメですね。 GoPro のやつは純正のやつでできるんだっけ。静か。選挙 FAQ。 タイヤ、私は 32C っていうちょっと太めのタイヤです。クロスバイクにしちゃ。あ、コウスケさん、おはようございます。生西さんとほとんど知らないんですよ。選挙の話、多分コメントまで見えてるからわざとですよね。まあでもそのコメントが見えなく、あ、前どうだったっけ。選挙コム、あ、抜けられても仕方がないですね。抜けて大丈夫。タイヤのパンクの頻度は最近年に1回もないですね。あ、壁駅行きだ。GoPro ヘルメットにつけてますけど、配信はGoPro と並べてつけてるウェブカメラです。そう、帰りに行くってことにしとこう。でも多分時間的厳しいんじゃないかな。今日出るの遅かったし。で、 GoPro 使った配信はですね、朝飯は好きや。 GoPro 使った配信はライブシェルプロっていうのを使おうと思ってるんですけど、Android の NME っていう配信ツールがストリーム接続しないオプションっていうのを実装してくれたら、一応要望は出して検討しますっていうふうにはコメントもらったんで、また買っちゃいました。同じ解像度の設定でもだいぶ絵が違って見えたんで、おざなりに、ああ、あなたはなんかそういうコメント打ってるんじゃないですか。いや、全然見てないけど。いや、コメントは一部の人を意図的におざなりするというのは無理です。
そんな器用なことできません。なのでたまたまです。街中、あ、なくはないんですけどね。あ、年賀状は年賀状ね、年賀状。橋本駅の近くに千蔵峠っていう街中の峠ありますけどね、標高高くもなんともないっていう。毎日サビ、いやしてないですよ。ん、朝サダム、サダム。 あと私の声大丈夫ですかね。あ、大笑い、よかったです。あそこ、ん、あなたのこと、あ、そういう風に聞いてくる人は好きじゃないな。聞いてこなければ好きなのに。この後私の声、今日ですね、マイクのピンマイクの襟元につけるためのハサミがなくなっちゃってですね、今洗濯バサミでつけてるんですよ。シルバー、八王子はかなりな都会ですよ。峠まで20キロちょいぐらいかな、入り口まで。そこからまた1時間かけて登って、あ、そう、五日市街道の方に向かいます。年末旅行か。年末旅行はですね、沖縄に行きます。沖縄に27日に行くよ、チケット取りました、飛行機の。お、八王子、沖縄暖かいから。ただ沖縄来てくださいって何度も言ってる人がいたんで、ちょっとビビってたんですよ、事前に言うのは。なんかコラボ配信みたいなこと前提になってしまうと結構。お、沖縄電波、ああ北の方どうかな、確かに。でも今度は島に行きたいんですよ、細かい島に。うん、選挙の話ですか。選挙の話、さっき聞いたような気がするよ。ん、結構コメントがなんか密度高いな。コメント密度高いよ、何やってんの。沖縄から放送するつもりです。ちなみにホラフキーさんと一緒に行きます。高橋さん、ホラフキーさん。ん、選挙の話を避けるの。ほとんど選挙の話しかされてないじゃないですか。コメント密度高いですよね。なんか脳が追いついてない。雪中な、あ、喜界島か。喜界島はどのあたりだっけ。銃話、なんか大変なことになってるみたいですね、選挙。いや、選挙をちゃんと投票しないっていうこと自体が、その責任放棄ってみなされて叩かれる対象になるんですよね。じゃあ帰ってから行きますよ、帰ってから行くよ。もうでも8時だったらどうかな、間に合うかもしれないな。8時まででしたっけ、あれ。長尺すごいな、なんて極論。どこに、ん、切れとる。そう、昨日やっときゃよかった、本当に。昨日はですね、雨が降ってたから喜びさんで洗車ゲームやってました。やった、今日走らなくても全然なんか心が痛まないと思って。あ、どっち、川のどっちが行く予定だったっけ。引き取るんだ、あ、イントルーダーさんだ、こっちか、洗車こっち側。あれ、あ、どっちと一緒なのか。民主政権についてお昼、あ、朝ごはん食ったばかりなんですよね。そう、エレクション、まあ義務というか法的になんか束縛はされてないけど。そう、雨上がりですよね。しかも暖かいし、あ、ドーンドーンはこの間魚中さんでもらってきた、おまけにもらってきたイカ、なんだっけ、イカくん的なやつ。おー、飛ばしてるな。おお、権利かな。
で、もうちょっとあの宇宙さんの線でちゃんとすればよかったな。ツイッターの方でもあのこれあのおまけにもらったのいただいてますみたいなもの書こうと思って書かれてなかった。うん、沖縄はいつから、うん、選挙より戦車沖縄27日からコントロボさんのアンコール踊りアニメネットの方はどうだろうな、どのくらい反応すべきかな。あんまり反応してるとあのアニメに怒る人いるんですよね。今日はおやつ何食べるの、現在地は、おやつか、あ、そうだ、現在地っていうか今ここ出すの忘れてた。そうそう、今ここ出せるんだった。ちょっと待ってください。ところで今日は峠、入山峠って言って、こっちから登るのは10年ぶりぐらいかな。今ここオン、あれ送信地帯、何言ってんだ、対談だけ、うん、そうですね。今ここすいません、今出しました、忘れてた。自転車結構走ってるな。うん、一般枠です。峠は電波ないんですよね。だからタイトルに峠、入山峠えって書けよかったな。これは浅川といって玉川の支流ですね。浅川、浅川、明日休みの今日の昼、いや何も持ってきてないです。どっかで食べる。その人いるんだ。批判する人にとっちゃ今あの最高に叩ける状況ですよね。2回もあの総集編挟んで最後の2話があの来年3月にずれ込むっていう。うん、クリスマス、あ、ここで渡っとくか。あ、今ここでどうも、やった。今日暖かいし、あの天気いいし最高じゃないですか。ていうか本当に春みたい。昨日の雨あんなに冷たかったのに。やだ、今日はいらないです。サンタコス、サンタコス、手が、あれ沖縄にオスプレイいるんでしたっけ。クルーズからいらっしゃいませ。クルーズオンにしてないけどな。ん、明日、そうですか。広告から、広告も多分してないと思うな。ていうか、そうそう、広告オフにしてる。サンタコス、サンタコス、これ一方通行じゃないよな。かっこいいですか、何が。最高9度、そりゃ寒いな。うん、エレクション日和。ん、ハトム、あ、ハドルだか。もう書かれてたらすごいな。止まりましたか。あったか、本当に。もう選挙とクリスマスで規制は NG で。規制待って、切れっぱなしかな。うん、40人か。もう幹事の負担大変ですよね。今日はノーパンにレギンスではありません。レギンスってスパッツみたいなやつですよね。おなじみだっけ。お正月は実家にいます。福岡の飛行チケットも取りましたって、今映像等々言ってるんですかね。さっき止まって、あ、これは川沿い道があるな。ん、鳩から来ました、矢印これうざい、矢印これうざい、あ、そういう意味か。クリスマスは七面鳥を食べる習性はないです。あ、なんかあの
七面鳥を食べるっていうのはその日に大量の七面鳥が屠殺されるかと思うと、まあ別にどうってことはないんですけど、普段から動物は屠殺され続けてるもんだし、人間によって、ん、福岡でなんて、砂利道だけどほとんど舗装みたいな感じだな。うん、ん、自転車用、あ、ここ行ってますね、行ってます、坂行ってるか、修正なのか、修正修正、あとですれ違っていいですよ、手振るとこまでは許す。何言ってるの、何を言ってるか、この場合何言ってるって言ったらいいのかな、コメントに あまり脳を使わずに反応してる感じ。今日の選挙、主に、あ、そうそう、ホモネタまた考えたんですけどね、やっぱりホモネタは一般的には面白いものらしい。どうしても私にはわからないんだけど、一般の感覚から言うと面白いものみたいですね。というわけであんまり批判するのやめました。ホモネタホモネタ言うなよっていう感じの批判はせずに、すいません、わかんないですっていう立場で行こうかと思ってます、最近は。こっち行くか。おお、野球やってますね、ソフトボールか。スタート表に、まあやったことありますけどね。フォビアというか面白さが分かんなくて、ただホモの人バカにしてるようにしか聞こえなくて、ネタですよね。確かニコ動で専用チャンネルがありましたね、ホモネタのやつの。理事会長、結構ガタガタしてた、滑らかになった。怠けてますね、最近ろくに走ってないからな。先々週の矢光峠の餅つきぐらいかな、走ったのは。差別に無自覚なんですよ。やっぱそうなりますかね。でもここまでなんか大っぴらに公式チャンネルみたいなのがあるような状態だったら、やっぱりその面白さを理解してない人の方が少ないんでしょうね。はい、いや、こんにちは。ちょっと厳しくなってきたな。おはようございます。てか、ああ、ちょっと待った。行き過ぎた。どうだろう、これも先に行ってリカバリーできるかな。クロスだと、あ、だいぶ行けますね。まあいいや。突きろ。これ中央道ですかね。福岡ですか。何度かやってるんですけどね。筑前大島なんかすごく良かったです。あそこは前も電波あったしな。あんな小さな島なのにアップダウンも結構すごいし。おお、おはようございます、ナッツさん、おはようございます。ぬいぐるみ放置してるだけです。鍵を、ああ、そうそう、それは皆さんも鍵しないようにしましょうとは言えないとこですね。今ここは東京都かな。これ道多分ちょっと調子乗ってまっすぐ来すぎてしまいました。すごいな、こりゃ対向車来たら怖いですね。ていうか来ること自体がびっくりする。ジョギング、これは歩道ですね、歩道というか遊歩道というか、あぜ道、あ、抜けた。よいしょ。そう、多摩川、あれ、多摩川の今南側にいるんだっけ。
あれ、いや、北側にいるような。ふう、おはようございます、肌の。あ、肌田さん、おはようございます。あ、ほんと歩道楽だな。さて、どう復旧するか。文明の舗装万歳だな。そう、全くですよ、文明の舗装。北浅川。これもうちょっと北上して、もうここから右に行った方がいいかな。よし、画質いいな。画質、あ、そうですか。ちょっと白っぽいんですけどね。あの素子レンズかCCD のあたり、シモスだっけが汚れてるんで。あ、これサイコンじゃなくて、イートレックス30っていう、あのガーミンの GPS です。 TOKIO です、多分。1日走ったら、あ、カロリー計算したことないです。っていうか書いたんだ。滝山街道、あの滝山街道あたりも結構狭いですよね。だから今日そのあたりできるだけ避けるようなルートをあらかじめ作っておきました。あ、傷の原因はですね、肌野さんですね、今の。多分傷の原因はやっぱりキャリアのステーでした。キャリアのあのフレームにシートポストのあたりまで伸びてる部分のがやっぱりあの角度が下に向いた時にあの傷がついてましたね。接触してました。ちっちゃいのがあった。面白かった。何が、うん、撮ったっていうのは、今は写真撮ったことかな、違うかな。可愛かったですね。面白かったって言ってます。面白かったって。全く子供言葉で可愛く見せようとしやがって。GoPro でとりあえず通過する人についてはあのモザイクかけたりしてないです、動画だと。話しかけられたりした場合はできるだけモザイクをかけるようにしてます。とてもこう渡りたいな。今日は天気いいけど風が良くないですか。風は、あ、全然ないですね。あ、そう、ケンケン乗りするとフレームが歪むって話でしたっけ。そのあたりのこと全く気にしてない。すべて私の人間の方の都合に合わせてます。なんで、なんで、何がですか。その質問だけされてもあの究極の回答は分かるけど、究極の質問が分からないって意味がないっていう、あれと同じですよ。あ、今のあの銀河ヒッチハイクなんだっけ、銀河ヒッチハイキングガイドだっけのネタです。そうそう、 GoPro ちゃんと撮れてるよな。よし、さつまいも、あ、畑からですか。焼くのに手間かかりますよね。これもうちょい向こう側の道行きたいんだけどな。お、今来た人いらっしゃい。あっち側行こうか。マウンテンバイク。お、いらっしゃいませ。あ、してきていらっしゃいませ。宮古市、都道はどこだっけ。どこの花市ですかね。年収、ああ、
まあいいか、降りてみるか。じゃあ年収500万ぐらいで。570万か。じゃあ570万で。私の方が愛してます。あなたの方が愛し合う場合は、なんか 愛し量に差があるとあんまり良くないのかな。片方の愛し量が大きすぎると。もともと行きたかった道は確かこれ。練習聞く人たまにいますよ。リアルで聞く人います。うん、この道だ。10万倍。10万倍とかなるとなんか問題起きそうですよね。昨日は自転車部の忘年会行ったの？あ、忘年会行ってないです。人が多すぎてちょっと敬遠してしまって。影がオープナーに似てる。オープナー、オプーナじゃないですかそれは。オプーナの背に程がある。程がある。でも前放送中にそれ聞かれましたからね、地元のおじいさんに。年収だっけ、年収だったか貯金が、あれあの時貯金聞かれたんだったかな。貯金いくらあるんだって聞かれたんだっけ。今考えると若干怖いな。お、クリスマスですね。もう日本は基本的に12月に入ったらクリスマスですよね。クリスマスマンス、クリスマス月間。髪型はちょんまげですね。ちょんまげ。あ、でも GoPro3 になって本体軽くなったからだいぶあの頭の負担が、首の負担が減ったはずです。ただ元から軽めだったせいかあまり違いがわからない。結構軽くなってるはずなのにな。あと防水ケースに入れると防水ケースが重くなってるせいでほぼ同じ重さになってる。ヒーロー2とヒーロー3は。これ尽きるか。よっ。あれ尽きってどう道だ。あっちか。じゃあ一枠ずつ取っていきますかね。これウィンドブレーカーもいらなくなってきたな。本当暖かいです今日は。貯金、あ、だいぶラグあるな。100万。詳しいな、詳しいな。チャリは全国的だと思いますよ。困る。チャリマン。エリ。な、いや、今日はあの一枠ずつ取っていきます。予約枠がタイミング悪くて、あと。そう、蹴ったですね。細い道だな、そういう道が映ってるのはここなのかな。でもこういうとこ大好き。今日は八王子までに移行してきました。何キロあるんだっけ八王子まで。30キロぐらいかな。できるだけ峠に近いとこからスタートするために。入山峠は電波平気なんですか。あ、いや、入山峠は電波ないっぽいです。1です。うん、あと1ですかね。じゃあ枠終わったら次枠取ります。昼飯は多分武蔵塚市あたりで食べるかな。あ、そうだ、山猫店行ってみようかな。で、昼飯食った後に峠登り始めて、八王子に降りたらもうそこで終わりかな今日は。あ、とりあえず ここから右に。やだ。この道かな。八王子はそうですね。和田峠なんかも八王子じゃなかったっけ、東京側は。卵寮か。
八王子中が高尾、いや八王子の方が近かったっけ。あ、こっち、こっちの道はなんだ、よっと、こっちじゃない。どこ止まります？どこ、自分ち。おお、山の中に入っていってる道がある。宿配信はないです。この道か。選挙行きました。選挙、どうかな。止まらないって書いてあるだろう。そう、止まらないです。配信が終了しました。ふう、ちょっとお茶飲んで。正面の道気になるな。あれ、山の中に直接入っていってんのかな。地図だとすぐ途切れてるけど。タイトル、入山峠、絵に変えとこうにして、うん、枠が取れたよ。また開演まで5分って出てるな。おはこんばんちはこつーちは。わくおつ。よいしょ。よし。うん、これでよし。じゃあ続きいきます。やっぱ一枠ずつ飛んのめんどくさいですね。おはようございます。あとちょっとウィンドブレーカー脱いどこ、熱くなってきた。いらっしゃいませ。よっと、あ、そうか、ウィンドブレーカー脱いだら電波の機器、ちょっと待ってください。こうしてウィンドブレーカーからこっちに洗濯バサミ移して、よし。今日は暖かいよね。日に当たってると暑いぐらいですよ。今日の暖かさはかなり異常だと思う。峠登るときにちょっと暑いかな。お、いらっしゃいます。あ、富士山がちょっと見えてる。ですね、向こうのあの茶色い、正面の茶色い、見てる方向の茶色い建物の、あの、山の向こうの方に見えてるんですけどね。洗濯、あ、そうだ、洗濯。布団干してくればよかったかな。現在地、あ、自動灯ないです。現在地どこでしょう。すごいな、昨日だったら、うん、5時間、うん、5時間。第32くらいにランクインしました。うん、八王子あたり、そうですね。スズメが並んで顔出してる。ここ登るな、これ。おっと。よいしょ。よし。うん。影がちょんまげみたい、よく言われます。皆さんそうおっしゃいます。新しい GoPro って何が違うの。 GoPro は、
あの解像度がむちゃくちゃ高くできるとかいろいろあるんですけど、私が期待しているのは同じ解像度でもあの画素数に負けない映像かな。結構あのあ、そうか、今日1080で撮ってんだ。まあいいか。選挙は帰ったら行こうかなと思ってます。おはようございます。ちょっとこんな登るのか、ここ。ロボさんのワインディングを我々今通ってますよ。いかやく通ってます。しかしここもいいな。いや、初めてかもしれないじゃないですか今の。なかなかの登りだけど雰囲気いいですね。よっと、もしか、そういえば今日ボロ市なんですよね。忘れてた。昨日河村さんにツイートもらって思い出したんだけど、もう今日のこのが、ちょっと待って、よいしょ。ギアのなんか滑り方が尋常じゃない。え、今日がきついですか。通常配信の時と比べてかな。テザリング、私はテザリングは使ってないです。ロボさん、おはようございます。おはようございます。お、イカリング放送だ。久しぶり、なんかさっきフロントだけギア落として、あのリアのギア落とさずにやってたら、ちょっとあのチェーンがクロスになりすぎたせいかガタガタ落ちました。自転車車載という、まあナンバーワンっていうのもあれだし、車載、自転車車載でもみんな趣旨違いますからね。ふぅ、頑張れ。あと私は自転車祭放送は行き切れた。自転車旅行とかポタリングが自分が楽しいと思う気持ちを皆さんに感染させたいだけであって手段です。千葉に、雨の後なんか特にそうですね。こんなとこ住宅地が。今日は喉渇きそうだな。人柄なんか特に幽霊つけるのおかしいと思う。私はどちらかっていうと無難方面の人間ですからね。あ、車来た。頑張らないと。そう、頑張らずに。詳細はさっきあの27日から沖縄行きますって言いましたけど、決めてるのはそこまでです。お、頑張らずには興味がない、面白ければいいと言っています。そう、お、いや、いつじゃないみたいですね。麦茶うめえ。何の話でしたっけ。そう、昨日は選挙区、ここも電波いいみたいですね。これってなんかゴルフ場の間みたいに見えるけど違いますよね。よくこのゴルフ場の中抜ける道っていうのはこんな風に柵がしてあって、どこも似た感じなんですけど、ここは不法投棄の防止の柵かな。ここはゴルフ場なのか。ゴルフ場です。はい、ゴルフ場ですか。地図だとわからなかった。拡大しすぎてるとなんか
数の子は2切れぐらいかな。年末は沖縄なんですね。年末沖縄のつもりです。つもりっていうかもうチケット取ってます。今ここの地図ではゴルフ場ですね。俺はインターネット登録してたよ。数の子食いて本当だ、本当だ。今の学校大学のなんかグラウンドって書いてあった。沖縄で、そう、早めにチケット取りました。少し安くなりました。福岡に帰るのとあんまり変わらない。沖縄で初日の出初日の出は福岡の実家で見ません。寝てます、大体。正月だからといって早起きしたり、遅くまで起きてお参り行ったり全然してないな、最近。沖縄南泊。前、宗像大社に朝行ったりしてたんだけどな。朝というか深夜に。27日から南泊ですか？沖縄は4泊ですかね。そう、沖縄に行きます。ね、正月、その行動力の源は、ね、行動力の他に趣味やってないからかな。第8くらいにランクインしました。こっちじゃな、どっちだ。沖縄配信はありますか？沖縄配信するつもりです。こんなアクティブな人見たことないよ。アクティブだって 2、3週に1回しかやってないですよ、私。行動力じゃなくて趣味だよ。趣味、福岡っておすましだと言ってましたよね。福岡だとおすまし？おすまし？初日の出富士山行かないです。富士山は一遍行ったけどなんか山頂あたりがゴミばっかりで結構げんなりしました。何しますかって。ケーキ嫌だ。松ヶ谷餅宮地岳神社の方ですね。梅ヶ谷餅じゃないのか。天満宮に行きましょう。天満宮の初詣ってやったことないな。なんでだろう。両つべにたくさんアップしましたね。そう、たくさん。まだアップ中なんですけどね。一個編集中にはちゃんとやってたつもりなのに、人の顔にモザイクがかかってた、ちゃんとかかってないところがあって、なんか知らんけど1秒ぐらい総数とのズレが発生して、モザイクに入る1秒前に人の顔が出てきたりしてたんで、再演コード昨日の夜やって、今アップロード中です。もう終わったかな。あ、トラックだ。笑い物だってひどすぎますよね、あれ。富士山の山頂であれって。アツさんの配信が。アツさんなんか自転車配信の装備がなんとかっていう放送されてましたけど。何を放送するって予定なんだっけ。お。この先売店あり、コース売店。でもゴルフ場内は立ち入り禁止。おお。道こっちでいいよな。他にないよな。さっき登ってきた分ここで下るのか。こんなに急だなんて。あ、駅伝から逃げる配信ですか。あれですか。確か去年はホラフキーさんだけが成功したんでしたっけ。そう、人数で走って。でもあれ追われてる状態で配信とかやってる暇ないと思うけどな。少なくともアンドロイドで自動ワーク取りでも一切手をかけなくていいようにしとかないと、配信でもともとやってたらあっという間に疲れますよね。西野そうか、あれは駅伝のやつだったのか。止まったか。まあ止まりそうな場所ではありますね。あと この明暗差が激しいところだと GoPro 3のテストにもなるな。ダイナミックレンジがどんなもんか確かあんまり良くないはず。あれ、いつの間にかビアンキになっとる。ビアンキに、お、あら、まあかわいい。配信できないなんて。これが電車で並走しましたという状態。うわ、すごいすごい。あ、すいません。ロボさん、おはようございます。ワンワンのゴモレディ。うわ、ふかふかだ、あの犬。やった、かわいいな。
触れますね。可愛かったな。あ、ラグワールだけか。ちゃんと映像行ったんですね。言ってきたけど吠え始めた。ビアンキ、ビアンキこれ8万のクロスバイクです。あと、ま、レーサーでまたどっかで吠え始めたな。あ、これはしかしこの道、あ、まだ作ってる途中だこれ。あ、ヤフー地図でもあの点線で道が書かれてる。怒られた。うるさいって言われましたね。私じゃないと思うけどな。そう、私はあの犬に吠えられゲーっていう、あの放送始めた頃から犬に吠えられ続けてますから、今やもう犬が吠えるだけで皆さん喜んでいただける。おう、撮り方、ああ写真傾くんですよね。最近水平が撮れてない。ん、何が好き、いらっしゃいませ。コーギーとハスキー、どんななるんだ。犬に吠えられて第5位。私は猫はなんか寄ってきてくれないんですよね。あ、お、すいません。猫は寄ってきてくれないし、犬には吠えられる。よっぽど本質的に動物から見て邪悪な人間なのかな。おお。木製の橋だ。わらわら。やった。なんか鶴見川沿い走ってる時みたいだな、この辺りの感じは。この先は、ああもう街道沿い出るか、仕方がない。矢地川、じゃああとはこれを、顔がハスキーで体の大きさがコーギーだった、あの大きさが、ああ、女性がたくさん寄ってくるといいな。体が、サマランに君の、そんなことないですよ。ん、サマラン獲物だと思っているのかもしれない。獲物、しばらくこれ沿いに、これ何街道だろう。国道411号。まあやっぱ狭いですよね。お。あ、今滝山街道か。決して女性が寄ってこないってことか。昼食はどっかで店で食べようかと。健康診断を会社で毎年受けてますね。で、今年はコレステロールで引っかかっちゃって、まあ毎年引っかかってるんですけど、今年はさらに基準値を上回る感じで。お料理って気を使ってるんですか。サマーランド、そうですね、サマーランドは目の前っていうか裏通過するんだっけ。で、いつか一街道に出ます。食生活、アトショップ、学校的にあれって小学校でやったの。あ、そう、高脂血症というかですね、 LDL が高くて、 LDL が野菜を食べてるつもりなんですけどね、それでも足りないんだな。っていうか動いてないからな。週末にたまに走るだけだし。そう、悪玉の方 LDL だから気をつけなきゃ。どうしてよいか、まあ気をつけようと思えばもっといくらでも気をつける余地はあるので。あ、そういうの分かるな。中性脂肪か。中性脂肪と LDL と HDL は、船長、どこの船長ですか。船長といったら昔の徒歩宿のポンポン船っていう小樽の宿の宿主さんが船長って言ってたな。ポンポン船っていう名前の宿だから。そこは今は違う名前の宿に変わってますけどね。うん、滝山街道狭いですね。
この後今走ってる方、ここはまだ右みたいにガードレールと狭い歩道がない分だけマシ、歩道と車道がつながっている分まだマシ。これ反対側車線走ると歩道には入れないし、ガードレールでも車道側にでだいぶはみ出さざるを得ないんで、まあ、車道走るないんですけどね、車はある程度通過させながら走るのがめんどくさい。というわけでこの滝山街道はあまり好きじゃないです。あと途中どっか滝山城っていう城跡があったはずです。まあ一遍行ったことある。確かその時は前のアルミのマウンテンバイク乗ってた時で、そのアルミのマウンテンバイクは何か修理中だったか何かでママチャリで来てた時がある。ここは東京都あきる野市かな、どっかに住所が出てりゃ分かるんですけどね。西東京バス、あ、まだ八王子内ですか。ありがとうございます。まだしないか、考慮。うん、茨城とか群馬っぽくなるっていう方もなんか失礼だな。私はこの間茨城行ってきました。わだ峠は、わだ峠まで行かなくていいんじゃないかな。入山峠の方がほら雰囲気あるし、雰囲気あるし、八王子ですね。城を占拠、さっきの滝山城の話か。これ右かな。埼玉県、秦野さん、あ、追いつかれる可能性は十分あるな。秦野さんは昨日は忘年会に行ったのかな。行ってたら今日はなかなかどうだろう。渡れない。番組の最後に素敵なプレゼントのお知らせがあります。何のプレゼントあるんですか。選挙に行って行きますよ、行きますよ。水戸から西の方の道に、成田の方ですよね。ビアンキの通り台、うん、ドキドキドキ。プレゼントワード教えて。プレゼントワード、桜エビ。紅白、いや、私入山峠まだ2回しか行ってないんですよね。一応反対、それぞれ反対側から両側から登った。まだ桜エビ、あそこにそう書いてあるから。そば350円、かき揚げ、桜エビ。あ、そうそう、アブランチョノリさんでしたっけ。そう、なんかあの人かどうかわかんないんですけど、なんだっけ、トライアルの飲み方教えるとか言われていいですって書いた覚えがあるんで、その日だったら私トライアルの練習するつもりはないのでとか、そういう話じゃないな。ただあんまりなんか一緒に走ること自体が目的になってしまうとちょっと違うなと思って。一緒に走ること自体は問題ないんですけど、一緒に走るために無理して来てもらうとか、こっちが無理して予定合わせるとかいうのはやりたくないなというのがあります。どうしてもやっぱり自分が行ったことないところを走るっていうのを優先したいところがあって、まあそれだったらニコ生やるなよっていう話ありますけどね。ニコ生は割とそういうことを前提にしてるのはあるのは分かるので。そう、サマーランド選挙の日、エビがなんとかって、そういうのがあるんですか、この辺り。あ、七曲り峠、その名前ついただけ、ここって。いや、それ以前ここ通ったことなかったっけ。あ、そ
もうコレステロールカチカチすいません割と初期からなってます。沖縄で探検した少年と再会したいですね。少年今何歳だろう。移設します。10年ぐらい経ってると思うから。この峠は来たことあったかな。七曲り峠、まあ、峠ってことはないけど、これは多分クランク周りだと思います。おう、ライトって省略された。おお、あっちに見えてるのは、いや、一般枠でしばらく行こうと思います。おお、ライトはペダル、ペダル一体型？ペダル？なんだろう。あれかな、あのハブダイナモのことかな。おお、読売ランドからの眺めみたい。タイヤ？タイヤ一体型ってなんだこれだ。チューブラーかな？チューブラーかな？おお。雪道は走ったことはないけど、落ちたことあります。あそこは梅ヶ谷峠だっけ、梅の木峠だっけ、なんか梅がつく名前の峠が2個並んでるんで、どっちかどっちか分かんなくなるんですけど、歩道、あ、いや危なくはないですけどね。まあ車道の方が何も考えずに行けるので。お、職員さんいらっしゃいませ。本当にこれエミリランドのところによく似てるな、標高差とか。タイヤ鳴らせますか？鳴らせません。鳴らしたら減るじゃないですか。いや鳴らしたことないけど。ブレーキついてますか？ブレーキはどうだったかな、ついてたような気がします。こんにちは。誘導型ミサイルはついてないと思う。何かも、事故イベントはないでほしいですね。ないでほしいですね。俺と一緒に海賊しないか。海賊か。あ、ブレーキついてなかったらやばいですね。ブレーキついてなかったらやばいですね。海賊勧誘はなんだ。海賊勧誘はルフィか、なんとかのルフィかとか、本当にワンピース読んでない人間が、あのルフィかとか言うのは本当に恥ずかしい。お、おお、今日もこの橋は続こう。ボロシ、あ、ボロイチ。行かないですか、山猫邸。行こうかと思ってましたが、本当に。あっちは歩道の橋かな。車輪は一つですか。車輪は二つある。あ、地球道なんとか。これは何川。まあ、山猫邸配信はするつもりじゃないですけどね。山猫邸は武蔵塚市周辺で自転車乗りに、あ、これは秋川。あの有名な喫茶店です。いっぺん行ったこと、いっぺん行ってチリコンカン食ったことがある。また僕終わりか。1時間で10キロ進んだかな。いいところだな。いいですよね、今日天気もいいし。うん、そういう言葉に出ちゃったんだ。小さな駅でもやってるけど、あれはのれん分けみたいな。のれん分け、ボロイチのですか。そうそう、ボロイチは毎年あの餅を食いに行ってたんですけど、あのむちゃくちゃ寒い中、あの無理やり机を占拠して、あの餅を腹いっぱい食うっていう。私は餅は落ち着いて適量食べられるのが好きなんですよね。あの落ち着かない状況で
あの詰め込むっていうのは餅の食い方としてもったいないんです。まあイベントですけどね、あれは。つきたてであることは間違いないんで、今日は天気いいからすごくいいんじゃないかな。諸市は、諸市の大寒餅は去年も確かむちゃくちゃ寒くて、で食ってる間にもう何パックか買ってると冷めちゃうんですよね。掃除機と私のお昼はお好み焼き定食にします。お好み焼き定食があるってことは、あのなんだっけ、お好み焼きとご飯タイプかな。あ、五日市街道に出たかな、これで。前来た時には百均ショップがいっぱいできててびっくりした。もちみチーズいいな。もちとチーズはなんか卑怯なぐらいありますよね。そう、今日ボロイチ関西人の、ああ、さっきのお好み焼きか。カレーライス定食、それはご飯つかないですよね。お手まで上げてもらうの珍しいな、今のロードバイクの人。挨拶されることはよくあるけど、左、さっきのとこかな。ここからもずっとまっすぐ行って武蔵五日市駅まで行きます。この道は広いですね。で向こうにダイソーが見える。お好み焼き定食と思って頼んだらお好み定食だった。お好み定食だいぶ違うな。元気をもらいたかったんですね。元気を。あ、お疲れ様です。じゃあバク取り渡します、手作業で。本当はこれ FMLE もちゃんと連続ワクトリできる設定やりゃできるはずなんだけどな。前にチャレンジしたけどできなかった。お疲れ様です。コマンドライン版の FMLE がどうも連携できなくて、お疲れ様です。確かダイソーがここにあって、今全然メジャーで名前聞かないような百均ショップも何軒か前あったような。もうそこは過ぎたかな。お疲れ様です。当時はなんか百均ショップが珍しかったぐらいなのにな。よし、じゃあ枠取るか。セブンイレブンの駐車場で、ミスケさんがなんかやってるな。残り時間2分とか出てるのはなんだ。
電波悪いか。で、転送速度は、あ、上がった上がった、OK。お待たせしました。やっぱ手間取るな。100円、昼間今100円電池できましたっけ。まあ、武蔵スカイチ駅前に着いたら、もうそこで昼飯食おうと思ってるんで、そこまでですかね。コンビニの駐車場に入って枠取りしてました。おはようございます。あ、しまった。あ、出してありがとうございます。しまった。そういや今日メディア持ってくるの忘れた。あの GoPro 用のあの小指の爪みたいな大きさのあのあれあれマイクロ SD カード忘れてきた。今 SD カードで撮ってるんですけど、これが6時間半ぐらいなんですよね。 64GB のやつでフル HD の録画で、で、10時半から頃からスタートしたから、6時間半だから、まあ日暮れまで持つか。なんかすっかり忘れた。そう、あの GoPro3 で今録画してます。お、かっこいい色だな。いや、電気屋さんで買うにしたって高いです。通販で一番安いところで買って、いくらだっけ、64ギガ1枚5000円弱ぐらいだったっけ。いや、ステンレスではないです。あの緑金色ですね、あの自転車のフレームで、あのあれ バーテープの色が金色。あの色はあのコガネムシでああいう感じのいろんなやついるんですよね。美しい緑がかった金色。真っ黒でしたね。しかしいくら黒くても今日はいいけど、冬場はあれは寒いんじゃないかな。もちろんウィンドブレーカーあるんでしょうけどね。早いですね。早いですね。お、みんな乗ってるな今日は。お、集団だ。この下に向こうに向かってるっていうのは何だろう。あ、魚まんじゅうか。まんじゅうもいいですよね。まんじゅうは基本的に怖いものだし。しかし、まんじゅう怖いの話知ってる人って、あ、こんにちは。世間一般で何割ぐらいなんだろう。古典的な落語なんですけどね。ああ、いいな。ログアウトしました。うわ、気するかな。今放送の接続が切れてしまいました。こういう場所だとこの街灯の細い線もあるから GoPro の解像度が分かる。あ、再接続できた。しかし FMD は多分切れてる。大丈夫ではあります。あれ、よいしょ。ここで多分 FMD が切れたと思うので、
望遊戯。もしもし。ちょっと待って、ちょっと待って。FMD は。イカロボさんの思い出を語る会議。ワコツ、暗闇走ってるの？まだ電波ゼロになってるな。ところじゃないやろ。まだですね。いい人だったね。一旦止めて。再スタート。まだ40いくつだっけ？あ、行った。繋がった。人生これからだったのだが。人生これからなのに。どうだ、行った、よし、行った、行った OK、 ラグも発生してるし、結構電波良くないみたいですね。ロボさん、青汁、うん、青汁の CM、なんで、お帰りです。あ、元セブンだ、これ戻りました。復活、第22くらいにランクインしました。ロボさん、こいつらひどいですよ。こいつら、てめえら人間じゃねえ。この後まさかの自己展開に、うん、自己展開、どの自己、マイセルフか。あれはなんて書いてあるんだ。どんな服でもどんどん買い取り、どんどんタウン、違う、どんどんダウンだ。カメラオンテ3、すまなかった。カメラオンテ3、武蔵スカイ駅までは何キロぐらいかな、ここから。多分10キロは残ってないと思うけど。どんどんタウンの、あの顔色の悪いトラさんみたいな顔が気になる。今日は軽装ですよね。今日は結構軽装かな。まあ普通ですね。今日バッテリーは予備持ってきたりしたんで、それなりに重さはあります。いらっしゃいませ。勝手にロボさんの保険かけて、保険かけるっていうのはなんか 殺害フラグみたいなのでやめてください。殺害殺害。今日本当に暖かくて走りやすい。今日あの外出て自転車乗らないのは損ですよ皆さん。今日は今日、明日から寒くなるっていうし、昼過ぎからでも少し走ってきた方がいいですよ。信号を、帰りは、いや八王子駅からまた輪行で帰ろうかと。あっさり。自転車がない。自転車がない、あ、ママチャリでも大丈夫です。おう、電動自転車にカニアバッグ、前のアツさんか。そういうの伸びてて買えば、カラオケハウスの、縦看板じゃなくて、なんていうんだっけ、あれ、上りか。カラオケハウスの上りに、ミクとかリンとかレンとか、あとあのピンク色の髪のあれとか。本当にボーカロイドはなんか、市民権か、いわゆる市民権か、得てますね。自転車やめてください、危ない。旧車ばっか集まれって今書いてあったんだけど、旧軍ばっか集まれに見えた。最近洗車してたから。よかね、よかです。風も今日ないし、いいですよ、すごく。なんか外で昼寝もできるな、これは。今日は暑いですね。本当今日は暑いぐらいですね。峠の登りがちょっと暑いかもしれない。ちゃんと止まるんですね、わらこれ止まらないの、さすがに。あ、そうか、あれか、あれ、そうか、歩道だけしかないからか、今の止まるんですねって言われたのは。車道と交差してないとこでって意味か。私も確かにあの T 字路はまあでも止まるかな。歩道走ってるときはまだですか。大変ですね。うん、自転車車道です。車道じゃない、車両ですよね。軽車両、あの第8車なんかと同じカテゴリーに分類されてますね。軽車両と
あの軽の車はまた別ですね。まあでも第8車ってもう今いい加減たあのリアカーは猫車とかは違いますよね。あれはエンジンついてないし、いや第8車もそうか、うん、馬の軽車両ですね。馬は見るけど第8車はまだ見たことがない。そもそも第8車って通じるのか今。困ったよ。でもあれもう進行追いつかない、あ、進行というか制作追いついてないみたいですね。年内にさあの最終話までをやる予定があの完成しなかったから最後の2話は来年3月にやるって書いてありましたね。パソコンですか。配信に使ってるパソコンって意味だと初めから、バンダイチャンネルで有料でやってるんじゃなかったっけ。4ヶ月間、うん、ですよね、あれは。ダイハツ車、なるほど。ダイハツ車か。キッコーマン。あ、今のキッコーマンじゃなくて、キッコー5でしたっけ、あれは。醤油。そう、あれ何度か見てるんですけど、キッコー5だったっけ。あと、キッコーマンっていうと、皆さん頭の中でヤッターマンとかと同じ意味取ってますよね、マンのところ。撮ってますよ。そんな決めつけるのもあれだけど、多分そうだと思う。萌えアニメ、まあ萌えアニメなんですけどね。うん。ロードバイクでなしてます。こきらてやめろ。なしてますは何だろう。私が今乗ってるのはクロスバイクっていうやつです。マウンテンバイクよりもタイヤ細めで、まあでもほとんど同じだけどな、今。クロスバイクという車種を漢字一文字で表すと、中途半端の中。うん。声に溺れてるのか。あ、向こうマウンテンバイク。マウンテンバイクを一文字で表すと、アクロのアク。もちろんママチャリは母ですね。まんじゅうふかしのまんですよね。まんじゅうふかし、なんだっけ、まんじゅうふかし、まんじゅうふかし、あれか、あの八甲田さんの近くの、まあ、水曜どうでしょうでも行ったあのスカユだっけ、スガユ、ん、泳げ、うん、すごいスピードで見る、すごいスピードで走ってるの見るってことですね。うん、引きこもりたくなるよ。ロボさんが仕事のことは土日完全に忘れてて、月曜でも思い出さなくてやばいことあるしな。あ、スカイユでしたよね、確か。まんじゅうふかして、ロボさんの今年を表す漢字はもう発表しましたか。私の今年を表す漢字か、なんだろう。停止の停かな。クリスマスの予定は、クリスマスは沖縄にはまだ行ってないな。あ、仕事まだやってたような気がします。目に、ああ、賛成で。信号は車スピードだったらあまり引っかからないんでしょうね。車スピードだとロードバイクの速い人とかでもだいぶ違うと思うな。今私は20キロちょいぐらいで走ってるはずだからかなり遅いです。ただ自身としては遅くないんだけど。上司マジですか。上司声なのか。今なんか女子力ならぬ上司力とかちょっと思いついたけどやめとこう。くだらなさすぎる。これはですか。うん。文字。あ、iPad mini に。iPad mini 本読むのに良さそうですよね。クリスマス配信はイルミネーション配信とか絶対やらないな。私は私のキャラから言ってやらないな。キャラクターから言って。今ここは東京都です。東京都、今どこだろうな。武蔵五日市市に入ったかな。
ここはですね、山田537番地です。あの3桁4桁番地っていうのがまたいい感じですよね。あ、ホケルノ市。さっきからまだ八王子市だったり、まだ桐生市だったり、イメージに追いついてない、イメージだけが先行してる。部下力、彼女いるかどうかはちょっと今秘密なんですけどね、現時点では。新活寺、成田さんはそういうのやってるんでしたっけ。車うるせえか、そうかな。おお、走ってる走ってる。あれ、折り返してきてるかな。もう、あ、もう12時。五日市市、え、五日市は五日市じゃないんでしたっけ。あ、3キロ、ありがとうございます。そう、航空さんは、あ、昨日航空さんじゃ来てなかったのか、忘年会。航空さん、そうですね、たまにツイート見かけると忙しそうですよね。ツイート自体もなんかそんなに見てないような。まあ人のことは言えんけど、私は忙しいわけじゃないけど、あまりツイートしてない。ああ、やっぱり二日市は筑紫野市。二日市、ん、ペニーオプションって何ですかね。秘密なんてひどい、俺たちの関係選挙は変えたら行こうかなと。12時だ。そうそう、彼女ができると。私と配信とどっちが大事なのって言われて、そんなベクトルの違うも比較しろと言われても困るよって言わなきゃいけない。じゃあその軸と軸との間の変換関数を教えてくれよとか言いたくなりますよね。あ、坂間重也さん、これか。ゆっくり好き、また来たな。ゆっくりは嫌いじゃないが。マス餅、鏡餅。どうだろう、坂饅頭で冷えてもいけるかな。キョイズミ、アオハスキョセンか、芋ようかん、秋川ぺったん蒸し、秋川ぺったん焼き。なんだこのぺったん、ぺったんシリーズ。昔ぺったんピューっていう三電子のゲームがあったんですけどね。串ようかん、串くるみ餅、なんかいっぱいありますね。いいな、ちょっと寄っていくか。あの、店の中はカメラ持っていかないですけど、なんか買ってこようかな。枠終了まではどんぐらいあるんだっけ。あ、そうそう、昼飯食わなきゃいけないから補給食かな。あ、本当にスカイチなくなったんですか。あ、10分、じゃあちょっと買ってきます。あ、そうそう、あとこれが今日のマイクです。
ローディーが通過したね。即決めてきました。餅と酒まんじゅう1個ずつ。あ、酒まんじゅうこれ直に入ってた。今あのバッグの上にボトッと落ちた。酒まんじゅうとあのきびまんじゅう。酒まんじゅうも食べとこうかな。冷たくなったら硬くなりそうだし。よし。ちょっとまあ昼飯前ですけど。いただきます。うん、あ、酒まんじゅうが85円で、きびまんじゅうが95円じゃなかったかな。足して179円だったから、どっちかが1円安い。山猫でいつか行きの歴史を聞いてみよう。うん、お茶買ってこよう。お茶、ま、あります。麦茶。ここのは和菓子チックなんですよ。酔っ払わない？あ、酒の味は全然あのしないです。大丈夫です。うん。あ、でも風味はちょっとありますね。あの、なんていうか。なんていうんだろう。あの、麹系の、あの、発酵系の感じの風味が。うん。これ、あの、途中飲むために。いらっしゃいませ。うん。何食ってるの？酒まんじゅう食ってます。酒まんじゅう屋さん。うん。恵比寿屋さん、35個。うん、今日晴天で暖かくて本当いいです。うん。うん。インスリン。あ、甘すぎない感じですね。出て控えてるってほど、甘くなくもない。10円まんじゅう、トンネル。アルコール分あるの？あれ、この先トンネルだっけ？いや、アルコール分多分ないと思います。酒に弱い私も全然わかんないんで。まあでも、アルコール入ってないかどうかわかるわからないの話は、意外とわからない。ワインとかなんか、うっかり飲むとびっくりするほどアルコール入ってますからね。あ、リエマトギアのあれですね。大五輪道側ですね、トンネルあるの。そうそう。あそこはなんかそんなに恐ろしいとこじゃなかったですよね。しかも今回下りで通るから、あっという間に通過する。うん。さて。ロボさんアルコール弱いの？アルコール弱いです。ビールは、ジョッキ一杯が辛いぐらいです。コップ一杯でちょっともう来るぐらいですね。あ、トンネル。いや、あそこのトンネルはなんかそんな気をつけるほどのものでもなかった。いや、気をつけますけどね。結構。虫取り網が置いてある。なんでだ。お酒の匂いっていうかですね。あの生地の香りが、酒まんじゅうの生地の香りっていうのはちょっと例えられないな。酒とも違うし。お化け的に怖いトンネルですよね。お化け、そうでしたっけ。一杯ジョッキ一杯、うん、そうなんですよ。前ジョッキ3杯飲んで吐いたんだったかな。吐いたような気がするな。ん、酒あ、そう、あとビール以外のワインとかまでならまだ風味的に耐えられるんですけど、あのウイスキーとか日本酒、焼酎系はちょっと無理ですね。私はあの香りは慣れなさすぎる。あ、ミニストップ。あ、麹かな。麹。そう、なんか麹系の感じ。
膨らませた。へえ、あの重曹的なやつじゃなくて。カルダミルクも騙されたら危険ですよね。あのコーヒー牛乳みたいなやつですよね、カルダミルク。コーヒー酒かなんか入ってるんでしたっけ。大体3、あ、今日本当気持ちいい。皆さん走った方がいいですって、放送見てる場合じゃないですよ。冬にこんな気持ちのいい人は本当に珍しい。コーヒー、あ、やっぱそうなんですね。大谷さん、大谷さんってどれだっけ。うん、あ、こたつの中でいいな。うん、これはミルクが、あの自転車のスタイルかっこいいな。今日本当暖かいですよ。あの指切りグローブで、上も長袖アンダーに長袖ジャージだけで大丈夫。まあさすがに日陰は寒いと思いますけどね。お、太いなタイヤ。さっき選挙に行ってたので走ってきました。うん、あ、選挙に走りに。理想的な組み合わせですね。選挙行かずに走ってると散々言われますから。この枠内には駅に着かないか。昼寝か、それもいいんですね。あと1キロちょいか。まあ、行けるか。じゃあこの枠で一旦終わって、山猫亭で昼ご飯食べて、でその後もう一枠だけやるぐらいかな。多分途中で電波なくなると思います。お、で、デローザ、あれはアンカー、ハットプス、ボンボリ川が綺麗なんですよ。今日行こうとしてる入山峠ってとこの序盤が、あのボンボリ川っていう川沿いのボンボリ林道ってとこなんですけど、あの提灯的なあのボンボリじゃなくて、盆踊りの盆に確か掘るっていう字だったと思います。あそこは水源にもなっててすごく綺麗な川です。ただちょっとダートがあるので、ロードの人は誘えないとこだな。武蔵塚駅前で昼か。慌てない慌てない。うん、今日これ峠越えて下った先が夕焼け小焼けふれあいの里っていうところもあるんで、あそこでお風呂入っていこうかな。配信は今日あと昼ご飯後1時間後ぐらいに一枠と、あとは峠越えて向こうで、あの第五林道っていうか、あの和田峠の方の道に出たとこでかな。ここの目玉って何ですかね。なんか名産あるんだったっけ。いや、石垣島はちょっと遠いですね、沖縄行くときは。抜かれて悔しくないですか。抜かれて悔しい。とりあえずはこれで。あ、いかん。なんかネットのあれにつなげ。ですね、1時間ぐらいに、まあ基本的に午前中はこれで、まあ昼過ぎましたけどね。これで終わりと思ってもらった方があって、水曜どうでしょうの車だ。水曜どうでしょうステッカーが貼ってある車だ。今日全然寒くない。いや、そう、それにつなげそうになってしまった。いかにかここでそれ言っちゃダメだと思って。ああ、人来てるな。ロードバイクはもう3台止めてある。これです、山猫亭。山猫、あのご主人も確か自転車乗りの人のはずですよ。山猫、あ、東京行ってらっしゃい。うん、息切れ、いや息切れしますよ、そりゃ。お疲れ様です。じゃあ鍵かけて、うん、一応次一枠だけやってみようと思います。チャリラック、あれ本当だ、なくなってる。フレームは残ってるから、あれ壊れたのかな。そこちゃんとバイクラックあったんですけどね。じゃあちょっと鍵かけたから、鍵かけてから、あ、初速終わりだったのか。よし、
これでよし。お疲れ様。お疲れ様です。じゃあ GoPro も一旦止めます。ありがとうございました。あ、こっちでこうかな。じゃあ。あれ？